順に行きますと、アルゼンチン共和国杯。はい、アルゼンチン共和国杯ね、これハンデ戦面白いレースですよね。このレースは面白いレースですよ。アルゼンチン共和国杯は、芝の 2500m の G2 ですね。ハンデ戦というのがやっぱり一番のポイントで、はい、いや熱いですね。まあまあ帝王ロイヤルね、あの2200から2500に距離が伸びるのは間違いなくプラス材料です。でやはり天皇賞春の、あの前を任しに行く競馬でのフラフラしながらの3着っていうのも力を示すもんですし、うん、やはりここでは2500の距離があればね、まあ、人気になるのももちろん分かります。だからやはり問題はそのトップハンデで他馬との金利差、ただそれだけです ね, ですね。自身は天皇賞春で58背負ってるから、自身はもう背負ってるから大丈夫やけど、他馬との金利差ですよね、ポイントはね。はい、はい、確かに、うん、でヒートオンビート、この舞台ね、あのこの馬はもう本当に 2000m からまあ言った3200、天皇賞春でも4着、先ほど言った帝王ロイヤルが3着で、まあ、3着と4着の間が 0.6 秒空いてるっていうのはちょっと痛いですけども、まあ、でもこの馬っていうのは本当に距離のレンジがすごい広いです。で、うん、その中で私は2400、2500っていうのはベストじゃないかなっていうふうに思います。実際4走前 の, あの日経賞でもタイトルホルダー 0.1 秒差3着で、はいはいはい、これ2500やし、うん、あと、この東京のレース何やったっけ、目黒記念やったっけな、そうです ね, ね, ね、あのあれや、あのウィーン、わかりますウィーン何やったっけ、キートスか、ウィーンキートスが、はい、あの逃げ切ったレースの2着馬で上がり32秒台使ってますから、うん、瞬発力はこのメンバーに入っても上位ですし、まあ本当にどの 2000m でも2着とか来る馬やけど、勝つのは勝つんやったらこういう2400、2500かなと私は思ってます、うん、でそうですね、キラーアビリティね、これなんで菊花賞いかんかったのかなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、なんかあったんですかね、まあちょっと それは分からないですけど、まあそうですね、うん、まあ、ダービーの6着とかも決して悪くないし、うん、でダービー6着って全然悪くないですからね。で、まあうん、まあ、ただこの馬って瞬発力よりは全然持続力の馬やから、そうですね、その東京がどうかっていうのはありますね。これ展開どうなります、誰が行きます、はい、アフリカンゴールド行きますね。そうですね、アフリカンゴールド、アフリカンゴールドできたら花切りたいですね。でアフリカンゴールドだけかな、かなほう、そうですね、だけやったら、だけやったらまずアフリカンゴールド注意しなダメですよ。まあまあ怖いですね、これ。いや、怖いです、このまま怖いです、はい、うん。だってもともとこの舞台、なんか3着ありますよ、うん。これもだからアルゼンチン共和国杯か、あ、そうや、3年前のこのレースの3着馬ですよ。おー、うん、遡れば。3年前、このレースで一番人気、アフリカンゴールド。すごいな、はい。すごいな。でもキャラ変わって逃げ馬になってるけど、そうですね、短期でいけるの久しぶりやな。ねえ、これちょっと面白そうですね。いやいや、面白いな。これ面白いな。うん。うん、でも、短期ってことはあんまり速くならへんかもしれへんから、そうですね。うん、だキラービリティ、ね、そう、もう話はキラービリティに戻しますけど、キラービリティはちょっと上がりかかってほしいんですよね。はいはいはい。うん、一戦一戦やっていくみたいなインタビュー言ってますけど、なんか一つ、うん、いきなり G1 を目指すより一つずつ進歩させたいですっていう、うん、まあちょっとね、ゆっくりいくってことですもんね。去年はね、同じように菊花賞に間に合わんかったオーソリティがここですごいパフォーマンス発揮して、はいはいはい、ジャパンカップでも3着来るんですけど、それとはちょっとキャラがちゃうような気がするけど、うん、まあ、何でかってオーソリティでそれまでにもう東京コースでね、青葉賞とか買ってたから、東京実績っていう意味では、こちらの方が身を取りますよね。うん、そうですね、私は重い芝の方がいいと思います。キングオブドラゴンいますね。ほう。まあでもアフリカンゴールドは早いかな。早いですね。アフリカンゴールドの方が早いけど、まあアフリカンゴールドが花を切って、キングオブドラゴンが2番手という形ですね。そうですね。うん、ただ、キングオブドラゴンも、あれなんですよ、2番手で折り合うタイプじゃなくて花行きたいんですよね。まあちょっとこれ見落としてましたね、うん、そうですね、だから枠の差次第では競り合いがあるかもしれないです。そうですね、うん、多分アフリカンゴールドは結構ガッツリ行きたいでしょうからね、どっちもガッツリ行きたいんですよ、うんうん、戦術の選択肢は増えたときもキングオブドラゴン言ってますよ。ジョッキーから花うんぬんの話は出なかったし、行けなくても競馬ができるようになって選択肢は増えたって言ってます。だからキングオブドラゴン控えるかもしれない。それやったら控えたら、やっぱ 前の馬怖いですね。そうですね。やっぱアフリカンゴールド怖いですね。アフリカンゴールドはすんなり行ければって言ってます。うん、いや、行かなダメです、これね。そうですね。うん、なるほど。うん、
と、ハーツイストワールか。おお、これね、ちょっと天皇賞ではね、もう16着と大敗しましたけど、うん、ね、前走札幌日経賞あっさり勝って、これ1万人気に応えて勝ってますしね、やっぱ力つけてるなっていうのはあります。うん、なんかまあ、天皇賞のまあ、天皇賞走らなさすぎやけど、うん、この6秒っていうのはちょっと無視していいと思いますけど、はい、うん、これ東京、ハーツイストワールドは東京実績見てください。3501ですよね。おぉ、うん、おぉ、ね、この東京実績強烈ですよ。で、55キロで出るでしょ。うん、おぉ、筋量軽いですね、これね。そうですね。おぉ、いいですね、これね。まあ、そこそこ人気するでしょうけど、人気するのが分かるものはあると思いますね。あとラストドラフトね、そうそう、前走のオクトーバーステークスっていうのはちょっとメンバーレベルは低かったと思いますけど、この馬自身、私は2500のが明らかにいいと思うし、前走58キロ背負って2着来てるでしょ、今回56じゃないですか、はいはい、56です、6でしょ、そうでしょ、これは怖いですよ、2走前の目黒記念だって 0.2 秒差ですからね、うん、まあ、目黒記念の馬がいっぱい出てきてんな、ほか、そうですね、ダンディズム、リアマミノとか、ね、誰が、そう、ダンディズムが7着とはいえこれ 0.3 秒差で、あとディアマンミロは4着で 0.1 秒差、ね、この辺ね、この辺は展開次第で怖さありますよね、うん、そうですね、これ全然ツルツルですけど、なんかこれ出られるんかな、出られますね、出られますか、まあ、出られますね、はい、出られますね、いや怖さありますねこの辺ね、うんうん、マイネルファンロもね、このメンバーやったら怖いですよ、宝塚記念の5着かかりますかね。ただ上がりかかってほしいんですよ。そうですね。そうですね。なので、東京っていうのは嫌ですね。うん。うん、56。マイネルファンの56もなんかね、56なのって感じです。そうですね。なんか、まあまあ、どっからでも入れそうな気がしますね、これ結構。確かに、ブレイクアップもまあまあ前ですね。確かに。まあまあ。ね、ああ、ブレイクアップまあまあまあいきますけど、ただあれですわ、うん、その前走も3番手から勝ってるし、その言ったら、ね、アフリカンゴールドとかキングオブドラゴンのような、なんかこう、だってこの2頭とかデムチューっていうようなタイプですけど、そういうのではないですね。そうですね、対立はなんか割とすんなり決まりそうな、すんなり決まりそうですね、確かにね、はい、シルバーソニックね、そう、天皇賞は落馬してしまったけど、どうですかね、うん、確かに確かに、マーカンド、これ長距離得意ですからね、うん、はい、陣営のコメント何つってます、シルバーソニック、なんかまあ目黒記念目標だったけど万全じゃないんで、もっぺん報復出して、ね、うん、みたいな感じで、まあ、今はまあ、うん、なんかまあぼちぼちぐらいのテンションですよね、なんかまあ、なるほどね、追うことに良くなってきてみたいな、報復見た方がね、なるほどね、ちょっと今回休み明けが原因かもしれんけど、これでもあのマーカンド騎士乗りますね、まあでも調教まあまあ普通に動いてますけどね、長め3本、長め3本シーウッド、なんかまあまあそこそこ乗れ、ね、乗れてる感じはしますけど、あとそうですね、それどうかな、ね、カントルな、カントル前走1年1ヶ月ぶりで強烈でしたけどね、確かにね、うん、でこれあの3走前とか見てください、に東京2400でこれアイアンバローズですからね、そうですね、カントルなんかこれもちょっと怖いな、これ軽いでしょ、これ軽いでしょ、うん、これ軽いから怖いないやこれ結構どっからでも本当に入れそうですけど、いやいや、ハンデ戦やからやっぱそうですよね、え、なかなか難しい、はい、ところです、以上ですか、はい、はい、ということで、はい、割と皆さん、はい、皆さんも狙っている間違いそうですけれども、はい、月曜日段階でのアルゼンチン強国杯の馬からチェックでした、うん、では続けて KO 杯ですかね、はい、KO 杯いいメンバー揃ってますよ、おお、なるほど、はい、KO 杯2歳ステークスいきます、芝の 1400m の G2 ですね、はいはい、これはやはりね、一番のまず注目点はロンドンプランですね、ロンドンプラン前走の小倉2歳ステークスでスタートで大出遅れしたのに、ぐるっと外回ってきただけで快勝というとんでもないレースをしたんですよね、うん、一言で力が違うっていう内容だったし、あと1000よりは私1004の方がいいと思います、まあ、もちろん前走みたいな出遅れはあかん、前走みたいな出遅れはあかんけど、でも距離は伸びた方がレースしやすいと思いますし、いや前走のちょっとインパクトは強烈でしたね、うん、
まあ、そうは言ってもやはりあの左回り初めてとかいろいろありますからね、ちょっとまあポイントにはなりますけど、前走の内容を見たら専用の方が私はいいと思いますね。あとあれですわ、距離伸びて、あの先ほど距離延長に期待できたやつは、はいはいね、屋久島のパターンです。屋久島、屋久島ね、そう、屋久島も似てるじゃないですか。屋久島も新馬線が1分10秒台かかってて、時計めっちゃ遅いけど、うん、上がりが 33秒7まで一緒ちゃいましたっけ、さっきの馬と。そう、33秒7ですよ、さっきのやつ。で、はい、距離延長に注目って言って、屋久島距離伸びて前走桔梗ステークスでええ内容を見せてますから、あの距離延長はいいですし、まあ前走桔梗ステークスで誰や、あれか、アロマデローサではなくて、アロマデローサあれか、ファンタジーステークス行くんか。で、まあ負けてますけども、メンバー中最速の上がり使ってますからね。なんかあの東京コース軽い芝あのでさらに切れる可能性っていうのは、というか小倉コースが、軽い芝でしたから、軽い芝で切れ味増したら面白いと思いますね、うん、あともう一頭ね、距離延長で言ったらペースセッティングですよね。うん、ただペースセッティングは前走のラップ見てください、ね、32秒9で上がりが35秒0でしょう。こんだけの強烈なラップをあの踏んでたら距離延長は私はマイナスやと思います、ね、そうですね、うん、やっぱりそのもうちょっとペースを落としていけるかどうかっていうのがポイントにはなります、うん、ただまあ、ね、その重い芝から軽い芝に変わってパフォーマンスがぐんと上がったっていうのは、それは東京の軽い芝にはヒットしますけど、うんうん、市原の距離延長がどうかっていうのはちょっと大きなポイントにはなると思います。うん、ロンドンプランと真逆ですもんね、これ。真逆。ほんま、ほんまやわ。面白いな。ねえ、これ面白いですよね。テント上がりが真逆やね。面白いね。真逆ですよね。はい。ほんまや。面白い。うん。アスクドリームモアかな。まあ、ただね、これも、その前走1002から1004に距離伸びて内容は良化してるんですけど、ただまあ前走ねちょっと切れ負けしてますからね、東京にコース変わるのかどうか、軽い芝がどうかっていうのはちょっと心配材料ではあります。エナジーチャイムね、これ、ね、うん、湘南アンセムを、あの、あれ、アレクサですね、アレクサ、ごめんなさい、湘南アレクサを、はい、あの抑え込んだレースで瞬発力がありますからね、これ、うん、そうですね、あの33秒なら使ってるから東京コースいいですし、まあ、はい、控える競馬ができるんであれば面白いと思います。うん、これ面白そう。うん、面白そうですね。うん、いや、やっぱキャリア浅いから難しいわ。そうですね。難しい。いろんな競馬場から来るし。難しい、そう。めっちゃ難しい。そうですね。マーブルマカロン出てきたよ。ね、覚えてます。芝ですね。そう、これでも、でもこれ三浦騎手が芝でもやれると思うみたいなコメントあったんですよ。で、そのコメントがあった人が乗ってくるから、うん、あのまあ距離が伸びるのかどうかとかありますけど、前走ダートですけど1分11秒3で時計めっちゃ速いし、しかもこの2着馬が次走ね単勝 1.1 倍で圧勝してるわけじゃないですか。そうですね。うん、芝適性がどうかにはつくやし、距離も伸びるので簡単ではないけど、ちょっと怖さはあります。そうですね。うん、ちょっとは抑えたいと思います。うん。うん、あとブーケファロスかな。そうですね。これも似たようなパターンですもんね。うん、これまあ、そうそう、これでも専用に距離短縮するのはいいと思います。あの、うん、まあ、ミシシッピテソーロがアルテミスステークスでめっちゃ負けてしまったのが嫌味ではあるけど、うん、でもその前走のサウジアラビアのこの6着悪くないから、うんうん、専用に距離短縮してキャリア積んでっていうので3連複要因としては1個可能かなというふうに思いますね。うん、はい、うん、そんなとこですか。はい、そんなとこですか。確かにこれはちょっとなんかレース見るのがかなり楽しみですね。面白そう。いや、ほんまにその通りですね。はい、はい、ということで以上、月曜日段階での KO 杯2歳ステークスの馬キャラチェックでした。では続けて競馬場移りまして、阪神、ブック順で言うと、あ、ごめんなさい、天気をあれで言うの忘れたけど、あ、そうですね、東京は先ほど東京2つ話したけど、はい、東京はね土日ともにね 40% の終日曇りなんです。それまでは雨は降らないんで、まあこの予報通りに行けば量で迎えれるけど、まあやはりまあ変異には変感は見ないとかあるんです。感染確かに。で、はい、阪神はもう完全に量ばばです。あ、なるほど、うん、阪神は土日両方ともいい天気予報なんで、はい、まあダートも量で行けると思います。はい、はい、では宮古ステークスいきます。これいい、これ結構いいメンバーですね。ダート 1800m の G3 ですね。いや、かなりいいメンバー揃ってますね、はい、うん、
まずやはり一番のポイントはオメガパフュームですよね。オメガパフュームですね。私59キロの1008は短いし、距離短いし1008はいいとは思わへんし、59キロ厳しいと言ってるけど、言ったんですけど、それが2走前のアンタレスステークスですからね。同じ、ね、同じものを背負ってめっちゃ強かったから、うんうん、しかもこれ阪神4戦4勝で負けなしっすわ、すごいな。はい、うん、めっちゃすごいな。まあ、ねうん、まあ、もちろんこれ叩いて次の東京大賞典が本番であることは確かなんですけど、でも2走前のアンタレスステークス時も叩いて帝王賞が目標の中での勝ち方やから、いや強いな、ね、強いっすね、めっちゃ強いなほんま、うん、すごいわ、うん、まあでも今回はね、あの何やろ、生きのいい3歳馬がいますね結構ね。そうですね、まあ、そのやっぱブリッツファング、ハッピー、大聖ドリフォン、この3頭とも相当強いですよ、うん、ハッピーは前走ね、まあ、うん、2着に負けましたけども、でもまあジュンライトボルトの強さを褒めるべきやし、はいはいはい、うん、内容は決して悪くなかったと思います、うん、ただね今回その距離がわずかですけど 100m 短縮することと、直線の長い中京から阪神へのコース代わりっていうのは、これやっぱりマイナス材料になります。そうですね、なので、はい、安定した内容は期待できるんですけど、頭っていう意味ではどうかっていうのはちょっとあります、うん、はいはいはい。ブリッツファングはね、前走が何なんやろこれ。何なんですかこれ。これ何言ってます、ブリッツファングの前走。ですね、砂をかぶって外に逃げた、距離も長かったっていうのが一応分析になってますね。だ短縮でってことです ね、うん、まあそういう距離が長かったっていうんであれば1008に戻ってくることいいですし、そうですね、まあ、あと阪神実際に圧勝、まあまあね、1勝クラスとはいえ快勝劇があるから、まあここは そういうことを言うんであれば巻き返さないとあかんですよね、うんうん、まあ力はね、あの園田ですけど、乗っとるのを1秒3差つけてすごすぎる。その乗っとるのがジャパンダートダービー勝ったわけですから、そうですね、うん、重いダートなれば、重いダートならばね、やっぱりこれは頭の可能性あるけど、ただこれ金量見てもらったら分かるけど、3歳馬やけどこの馬だけ56歳なんですよ。ああ2キロ、なんでかって重賞が違うから。大聖ドレフォンとハピは54なんですけど、この馬だけ56、これはしんどいですね、うん、確かに。そう言ったら大聖ドレフォンは54キロで、しかも前走のレパードステークスってあれ なかなかレベル高かったですからね、うん、そうですね、うん、その中でのこの首差2着っていうのは高内容やし、あとこれでも右回りどうなんですかこの馬。あでも全然大丈夫ですね、うん、そうですね、いや最近がずっと左やからどうかと思いましたけど、うん、そうそうですね、うんうん、まああのね、3走前のホースステークスではハピに 0.3 秒差つけられてるけど、その後の2戦が強なってますよね、うん、ね、増田さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。毎週お疲れ様ですと、昨日の天皇賞ですがとってもしびれました。パンサラッサの一口もありました。いや素晴らしいです、はい、ナイスナイス、ね、ナイスパでございます。ナイスパです、ありがとうございます。いい馬一口持ってます。いい馬ですね、はい、いいレースでした。いやこれメンバーめっちゃ強いな。あといやいいメンバーですね、うん、あと萩野アレンティアス も、ねですね、そう1年8ヶ月休養で前走快勝でしたからね、うん、前走の走破時計1分51秒1で早いですよこれで、うん、前走も6ヶ月の休養、4ヶ月の休養明けでしたから、叩きに2走目の上積みあるでしょうこれね。そうですよね、いや、これも怖さ全然ありますね。重傷でも全然通用すると思います。 あともう一頭ね、絶対言わなあかんのはウィリアム・バローズですよね、うん、前走私はこのまま客室的に私ミチュアル味方になると思ってたら、うん、ね、実は前走ミチュアルが味方にならんかったってことですから、それやったら両馬場の思いだとなってのさら、うん、にパフォーマンスアップっていうのはやっぱり見たいですよね、はい、はい、これ誰が前行きます？ですね、サンライズホープ。そうですね。サンライズホープ。うん、名称粉塵が出てきたら絶対これ花行きますね。これ出てくるんですかね。分からん。でも一応賞金順的には出られそうですね。うん、あとあれアイオライトもいるな。まあまあ前入る。そうですね。そこそこ先行馬揃ってますね。うん、まあ、アイオライト、まあ、花を絶対切らなあかん馬は名称粉塵だけですね、はいはい。サンライズホープもアイオライトも。ウィリアム・バローズも控えることできるけど、でもやっぱこう2番手は欲しいと思うんで、ちょっと早いペースになる可能性はありますね、はい、うん、まあそうなるとね、やっぱオメガパフュームの素足炸裂になってまうからちょっと嫌なんですけどね。そうですね、クリンチャーはね、前走の帝王賞がちょっと年齢
の衰えがあるのかなっていうのを思うのは、ただ一戦だけでそれを見るのもちょっと早いんかなと思いますしね。もともとの力考えたらやはり巻き返しはもちろん注目しないといけないんですけど、うん、ちょっとその辺はどうなんかなっていうのはありますね。仕上がり具合っていうのはしっかり見たいと思いますね、はい、重そうなイメージ、うん、なんか調教だけでもないですけど、うんうん、アイオライトもね1800の距離で、まあ、勝ち星はあるんですけど、ベストは私小回りの1700かなというふうに思いますね。ただここまで人気なかったらっていうのはあります。誰も収集打てないから それはやりすぎやろとはちょっと思いますけどね、うん、そのどこですかね、うん、ゴッドセレクションってこれまだ副賞手前なんですかね。あいや前走これ戦8、ね、いやいやあれですよ、まあ分かりますけど戦争内容、いやあの福流ステークスがめっちゃ強いですもんね、うん、しかもこの時の中山戦8の1分52秒1ってめっちゃ早いし、これ2着 0.5 秒差つけてるのが名将村雨ですからね。めっちゃ強いけど、で名将村雨も全然出こへんな。名将村雲じゃなかったっし、あごめん、え村え何だっけ、名称村雲じゃなかった。村雲、そうじゃなかったでしたっけ。村雲、うん。全然出てきませんね、あの馬もね。そうですね。うん、吉富騎手とのコンビの馬ね。うん、いや、どうなん、これ、今回。残ってますもん、引退ではないです。名称村雲。5ヶ月ぶり。攻めはあんまり良くない。なるほど、そうか。まあ、ちょっとまだ、様子見ですかね、うん。ありがとうございます。コメントでもいただいたので、はい。うん、そんなとこですか。はい、こんなところですか、皆さん、はい。はい。ということで、以上、月曜日なんか入ての、ミヤコステークスのうまくらチェックでした。豪華メンバーでした。では、最後、はい、皆さんお疲れのところ、最後、最後、ファンタジーステークス。はい、ファンタジーステークスいきます。はい、芝1400メートルの G3 ですね。はい。これね、先ほど言ってた、アロマデローサですね。桔梗ステークスをレコード勝ちして、はい、その時の福永騎手のコメントが、もう、注文が全くない、文句ないっていうことを言いましたよね。はい、言ってました、ね。いや、やはりね、それは、今回阪神にコース変わりましたけど、右回りも経験あるし、直線短いコースも特に問題ないと思いますから、まあ、前走内容を考えるとやはり最有力やと思います。でそれに対して小倉2歳のロンドンプランは向こうに出ますけど、2着3着が出てくるんですよね。こっちか、はい、バレリーナとシルフィードレーブ出てくるんですけど、これバレリーナはね、私前走のコースは読みませんでした。どういうことかというと、新馬戦の逃げ切り勝ちがラップ的に平凡やったんですよ、うんうんうん、でも前走の小倉2歳ステークスで、いやこの馬逃げ馬じゃないよってあっさりとサス競馬も対応したし、はい、いい内容だったんですよね。あの競馬ができるなら距離延長全く問題ないと思います。で3着のシルフィードレイブに関しては距離延長は私はプラスに働くと思います。お確かに、こんだけ後ろから差し、はい、来てますし、上がりもバレリーナより早いから、シルフィードレイブは1400がかなり私は魅力的やなと思ってます。確かに、はい、はい。であとそうですね、まあ、クイーンズエルサ、まあ、桔梗ステークスでそのまあアロマデローサに 0.2 秒差つけられてるから、この間に誰が入ってくるかっていうことですけど、入ってこんかったらこれもやっぱ馬券圏内食い込んでくると思いますね。その、まあクイーンズエルサがアロマデローサを逆転する要素っていうのには欠けますけども、うん、まあ間に誰も入ってこんかったら両方来るっていうパターンは全然ありますね。うん、サウサハウプリティか、サラサハウプリティ、まあサファ、これ、サフランショーやね。サフランショーでの伸びが、うん、まあ、ちょっと物足りないですけど、だからこそ専用への距離短縮というのには注目したいと思いますね。そうですね、うん、なんか札幌組結構芝強い気がするんですけどね。トップナイフもそうだし、なんか、ね、ドルチェアマンもそうだし、なんか札幌組結構強くないですか、ちょっとおぼろげに思ってるんですけど。はい、そう考えるとこの馬は札幌組ですもんね。そう、なんか結構洋芝の馬なんか来てるなと思ったりするんですけどね。あとどうですか。そうですね、でもまあ確かに小倉2歳組となんか桔梗ステークスの組のなんか勝負みたいな感じの、うん、そうですね、確かに、あブトンドール、これそこで函館組がいますけどさ。おお、そうですね、そうですね、函館2歳買ってるじゃないですか。おお、いやこれはレースっぷりから考えて時計も遅いし、距離を延長をプラスにならんかったらダメな馬なんですよ、これは。なるほどね、はいはい、1200では正直食っていけないわけです、はいはいはい、言ったら時計遅すぎるからね、はいはい、まあ、そういうパターンあるじゃないですか。なのでこれは1400が味方にならんかったらおかしいと思います。なるほど、正念場ってことですね、うん、ここ正念場です、そうの通りです、はい、で、
まあ、その函館ステーク2歳ステークスは5着に負けてるけど、ミス横浜に注目、これも注目したいですね。この2走の内容を見ても、これもどう考えても距離延長プラスに働くと思います。うん、な、まあ、ブドン道路に負けてるから、こちら人気ないけど、でも、まあ、ここまで人気ないのはっていうのは思いますね。出てきてほしいなと私は思いますね、これね。はい。エントランではトゥーテイルズが結構。ああ、トゥーテイルズ、ね。クリチャンデンブル、はい。前走のその、林道賞、これどう見るかやな。そうですね。ちょっと物足りんですよね。ね、専用道なんて感じはちょっとします、ね、そうですね。いや、それはありますね。距離短縮したのが、マイナスに働いてる4着に見えますね。サイモン・オリーブ、うん、1006から1002に距離短縮して良さが出たように思いますので、だ時計も1分22秒して悪くないですし、うんうん、まあ、別に控える形も問題ないと、まあ、メンバー強化がどうかっていうのはあるけど、舞台設定はいいかなというふうに思いますね、うんうん、シンバ勝ちの馬結構何頭かいますよね。いや難しいな、その辺難しいですね。シェーンプリマーとかもちょっと時計足りないですけど、そう、あのシェーンプリマーの前走のラップがめっちゃ遅くて、そうですね、まあ、上がり見てもらったら分かるけどすごい上がりが早いから、うん、でも今回阪神の内回りになることによって前半から早いペースになる。そうですよね。だそれも言ったら前走と全く逆のラップになるから、うん、そういうのに対応できるかどうかなんて全く何も言えないですね。だから前走内容で、ここ前走内容がここのアピール材料にはならないです。うん、確かに、はい。おー、マーブルマカロンこっちにも登録ありますけどね。まあでも、ね、やはり機種が、うん、そう、機種向こう書いてるから向こう出ます。エナジーチャイムもそうです、ね、そう、エナジーチャイムも、チャイムもそうです、向こう出ますね。機種乗ってる方が出ます。はい、はい、うん、でしょうね。以上ですね。はい、というわけでたくさんお話いただきました。以上、月曜日段階でのファンタジーステークスの、まあ、のお話でした。